花婿と花嫁が無名戦士の墓の永遠の炎に花を捧げ、第二次世界大戦の犠牲者を悼みます。ソビエトはこの戦争で2000万人もの死者を出しました。ソビエトの人々は第二次大戦のことを大祖国戦争と呼びます。スターリンは祖国ロシアに対する人々の愛国心に訴え、この戦争を戦い抜こうとしました。しかしソビエトの人々にとって祖国は一つではなかったのです。1944年8月ノルマンディ作戦で捕虜となったドイツ兵の中にはグルジアやウズベクなどの民族が混じっていました。我が軍に参加した志願兵の中にはソビエト国内にいる全ての民族がいました。志願兵たちは大変よく戦いました。スターリンの独裁体制を倒すという目的のために彼らはドイツ軍に参加し、一致団結して戦ったんです。Zwischen den Hakenkreuzfahnen der ukrainische Löwe. Schon vor 25 Jahren war Symbol des Freiheitskampfes gegen Moskau. ウクライナにヒトラーの親衛隊の支部ができました。ウクライナの愛国者たちはスターリンよりもヒトラーを選んだのです。1939年4月、アドルフ・ヒトラーはベルリンで満50歳の誕生日を祝いました。ナチスが政権についてから6年、その間にドイツ軍は強大になり、ヒトラーの野心は際限なく広がっていました。その夏、ヒトラーはソビエトと不可侵条約を結ぶため、モスクワへ特使を派遣します。外交官のハンス・フォン・ヘルワルトさんは外務大臣のリッベントロップに随行していました。ヘルワルトさんは現在職を退き、ニュルンベルク近郊の屋敷に住んでいます。リッベントロップがクレムリンに行っている間、私は大使公邸で本国と連絡を取り合っていました。任務が終わって帰るとき、大使が言った言葉を今も覚えています。この条約の成立は少しも喜ばしいことではない。私はヒトラーがいつでも戦争を始められるようにお膳立てしてしまったんだ。これからドイツは奈落の底まで落ちていくだろう。独ソ不可侵条約によってスターリンとヒトラーという怪物が手を結びました。世界は驚き震えました。西側の共産主義者にとってはファシストのけだものと罵ってきたヒトラーが一夜にして味方になってしまったのです。この条約によって何百万もの人が否応なくソビエト人民にされました。ポーランドという国は地図から消えました。ドイツとソビエトによって領土を分割されてしまったのです。このソビエトのニュース映画にはポーランドの解放という題が付けられています。ポーランドの東部に住んでいたのは主にウクライナ人でした。ソビエト軍のポーランド侵攻はウクライナの領土の回復という名目で行われたのです。ウクライナの共産党の指導者ニキタ・フルシチョフが再統一の祝賀式典を取り仕切りました。エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国とルーマニアでも同じことが起こりました。スターリンとヒトラーは不可侵条約を結んだ時に領土併合を認める秘密の議定書も取り交わしていたのです。1941年5月、スターリンはメーデーの謁兵を行います。この間、フランスはドイツの手に落ち、イギリスも激しい攻撃にさらされていました。1930年代に、古参の赤軍将校が粛清された後、ソビエト軍は体制を立て直し、軍備も増強されていました。しかし、粛清された将校の穴を埋める人材がいませんでした。ヒトラーが東の巨大な帝国を崩壊させる時が来たと言ったのはこの時です。
1941年6月、ドイツ軍の大祖電撃作戦、バルバロッサ計画が実行に移されました。大混乱の中、無線で指示を仰ぐソビエトの国境警備隊に対し、モスクワはこう答えます。頭がおかしくなったか。それに、なぜ暗号を使って連絡しない。この攻撃で1200機の戦闘機が飛び立つ間もなく地上で破壊されました。10時間後、ようやくモロトフ外相が政府の第一声を発表しました。しかし、ウクライナの人々の目にはナチスドイツは必ずしも敵とは映りませんでした。スターリンに苦しめられていた人々はドイツ兵にパンと塩を差し出します。これはドイツの宣伝用フィルムですが、こうしたことは実際に起きたのです。June 41, the war broke out. Germans crossed the border. There was a sort of atmosphere of almost joy. The hope in the air, the evil will end, and some civilized people will come. ドイツ軍は市民に隠されていた恐ろしい秘密を白日のもとに晒しました。Теже по радіо передають німці, що жінки, мами, брати, сестри, всі приїжджайте, бо по всіх тюрмах всі помордовані. Там був такий вхід, не знаю, чи той вхід є, чи ні. Так люди одну сторону стояли, другу сторону стояли. Но досить, що потім, як вже ті трупи лежили на подвір'ю,рядами, так, рід і стежка. ソビエトの支配下にあった2年の間に、スターリンの秘密警察は数千の市民を投獄しました。その中にはマリア・セニワさんの夫もいました。ドイツ軍の電撃侵攻でパニックに陥った秘密警察は3500人もの囚人を殺してしまったのです。Я тоді, як я трошки вже мені відійшло, як я до себе прийшла, там був той замордований, накинений коцом. Я той коц зняла і тоді його пізнала. Я не скажу, що то було, ну, не така ж той. Ну, лице смагливе таке було і так...Так би очей не той, то не видно було, і носа так би не було. Були розвішені огромні портрети Гітлера на всіх язиках, в тому числі на українському. Гітлер – освободитель, Гітлер – визволитель. Ну, потім це стало смішно. А тоді думали всі, що в самом деле будуть створювати нечто для всіх народів. Всі народи отримують свободу. Це, к сожалению, не оправдалось.まもなくナチスの正体が明らかになります。正規軍に続いて乗り込んできたナチスの親衛隊がユダヤ人狩りを始めたのです。ヒトラーによればドイツ人は選ばれた民族でした。ヒトラーの夢は1億の選ばれたドイツ民族のために東方生活圏を作ることでした。ヒトラーが憎んだのはユダヤ人だけではありません。スラブ人も人間以下だとみなしていました。このナチスドイツのニュース映画がそのいい例です。Hier eine kleine Auswahl besonders abschreckender Typen dieser bolschewistischen Untermenschen, die auf Befehl Stalins ganz Europa überschwemmen und Ordnung, Wohlstand und Kultur in Mord und Brand ersticken sollten.開戦後数ヶ月でナチスは
400万人のソビエト兵を捕虜にしました。ドイツの電撃侵攻の知らせを受けたスターリンはショックのあまりモスクワ郊外の別荘に引きこもってしまいました。1週間後再び姿を現した時、スターリンはまず以前と同じように司令官を処刑します。しかしそれと同時に祖国ロシアに対する人々の愛国心に訴えたのです。Мы все, значит, группируемся около приемника этого радиорепродуктора. Начинается, значит, речь Сталина. Сначала раздался звук стакана о графин, и льется в него вода. Это так хорошо было слышно, это мне прям запало в памяти. Льется вода, Сталин сделал, значит, глоток воды и начинает. Дорогие братья и сестры. И вот эта его фраза как-то нас всех к нему приблизила, как будто бы это говорит нам родной отец. スターリンは人々の愛国心を利用するためにあらゆる手を使います。宗教弾圧も緩めました。ここモスクワの聖トリニティ教会でも戦争中は礼拝が許されていました。教会の隣にはこの女性たちが働いていた工場がありました。空襲のたびに工場労働者たちは屋上に駆け上がりました。Мы здесь и спали, в общем, жили на заводе. Домой мы не ходили. Вот. И когда, значит, объявляли тревогу, а в основном тревоги были ночью, и тогда мы, вот группа самозащиты, бежали по крышам, сбрасывали, ну, у нас и дежурные были на каждой крыше, вот, бежали, сбрасывали эти зажигалки, в общем, полностью, как говорится, брали на себя ответственность безопасности зданий этого завода. ドイツ軍は無敵の進撃を続け、開戦後3ヶ月でモスクワを落とす勢いでした。党は女性たちに対戦車用の塹壕を掘らせました。モスクワ郊外には今も女性たちの目覚ましい働きの跡が残っています。モスクワ市民の多くは町から逃げ、政府も疎開していました。そこで町に残っていた女性たちがこの作業に当たったのです。Морозы были, холодно было очень. Морозно очень было. Морозы были, холодно было очень. Ну а копать-то надо, заставляют нас, надо же копать. Мы все делали, копали. И в этот момент было очень много бомбежек. Без конца были налеты. Налеты. И немец бросал записки. Дескать, вообще сдавайтесь, Москве, Москве капут. Ну, конечно, мы не верили.今やソビエトの人口の4割はドイツ軍の占領下に置かれていました。11月6日の夜、モスクワの地下鉄駅で開かれた集会にスターリンが姿を現します。その時政府の要人でモスクワに残っていたのはスターリンとその幕僚だけでした。Я просто не знаю, как не обрушился потолок. Как не обрушился потолок? Потому что такая была овация. Так долго люди аплодировали и скандировали, ура, и просто радовались, что вот лидер нашей страны, лидер нашей партии, значит, Сталин, что он здесь в такое трудное время. А он человек очень занятый, и времени у него нет. И он тогда вынимает из кармана вот такую, как луковица, часы. А так за цепочку поднял. Ничего не говоря, просто показал эти часы, и сразу все поняли, что надо беречь время. Надо беречь время. И стала мертвая тишина, как будто в зале никого нет. Так стало тихо.
その翌日は革命記念日でした。スターリンは兵士たちをこう激励します。За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!兵士たちは直ちに前線へ向かいました。とりわけ寒かったその年の冬、この兵士たちがドイツ軍のモスクワ入りを阻止したのです。ドイツ軍に包囲されたレニングラードは凄まじい爆撃にさらされました。冬が訪れても燃料はなく、電気も断たれ、わずかな食料の配給があっただけでした。やがて人々が死に始めました。ある時私は家族全員の配給カードをなくしてしまいました。私の配給カードを返してと泣き叫びながら走り回り、ありとあらゆるところを探しました。私は14歳でしたが、配給カードがなかったら家族がみんな飢え死にすることが分かっていました。ですからチェリアビンスクに疎開が決まった時は嬉しくて飛び上がらんばかりでした。戦火の激しい西部の地域から1000万人もの人が工場ごと東部へ疎開しました。シベリアのチェリアビンスクではレニングラードから疎開してきた人々が銃や戦車を作っていました。私は1942年の1月工場で働き始めました。ひどい寒さでした。戦車工場に足を踏み入れると、今本当に戦争が起こっているんだという空恐ろしい気持ちに襲われました。旋盤やクレーンを動かしていたのはほとんどが年端もいかない子どもか年老いた女性でした。みんな不安げで悲しそうで絶望的な顔をしていました。チェリアビンスクに疎開してきた労働者たちは町に新しい名前を付けました。タンコグラード、戦車の町という意味です。 T34 型と呼ばれた画期的な戦車はここで生まれました。チェリアビンスクにはソビエト屈指のトラクター工場がありました。この工場をレニングラードから来た労働者たちが戦車工場に切り替えたのです。トラクターというのは非常に戦車に似てるんです。両方ともディーゼルエンジンを使っていて同じ仕組みで動くようになっています。キャタピラがついている点も同じです。トラクターを走行用の鉄板で覆って上に機関銃を取り付ければ戦車になるんです。もちろん違いはありますが大体においては似通っています。そこで私たちは戦車の製造を始めました。最初は1日に3両が精一杯でした。でもベルリンを陥落させる頃には1日に35両つまり戦車大隊の1隊分の戦車を作るようになっていたんです。レニングラードから疎開できた人々は幸運でした。後に残された人々には死が待ち受けていたのです。ヒトラーはレニングラードをボリシェビキ発祥の地とみなし、この町に死刑を宣告しました。900日にわたるドイツ軍の包囲の結果、この北の都では64万人の市民が飢えと寒さのために死んだのです。
1942年秋、イギリスのチャーチル首相はソビエトを訪れ、スターリンと会談します。 Whatever our suffering, whatever our toils, we will continue hand in hand like comrades and brothers until every vestige of the Nazi regime has been beaten into the ground, until the memory only of it remains as an example and a warning for future time. As he entered, the Prime Minister gave his famous V sign for the cameraman's benefit. Stalin was Churchill にソビエト軍を援護するための第二戦線をヨーロッパに展開するように求めていました。しかし笑顔とは裏腹にチャーチルはその申し出を断りました。一方ヒトラーはスターリンにちなんで名付けられた町スターリングラードに大軍を送り込みます。以後半年以上にわたってスターリングラード攻防戦が繰り広げられました。スターリンは一歩たりとも後退するなと命令を下します。兵士たちは一軒の家、一つのレンガも渡さぬ覚悟で町を死守しました。町は廃墟と化しました。しかしスターリングラードはソビエト軍の輝かしい勝利のシンボルとなったのです。この時の戦いには女性兵士も参加していました。Ну и привез нас туда. Значит, первое знакомство с командиром эскадрильи. Он сказал, ну привез летчиков, спросил вернее. Он говорит, да, вот летчиков привез. Он говорит, что-то я не вижу летчиков. Вот, это мне было очень неприятно. Но, однако, на второй же день мне, значит, проверили меня и сразу начала летать по заданиям.爆撃機の設計者ツポレフは強制収容所で設計をしていました。モルドホビッチさんも30年代の粛清で収容所送りになった科学者の一人でした。私は1943年に釈放されることになっていたんですが、秘密警察のお偉方がやってきてこう言いました。お前を釈放するわけにはいかない。スターリンの命令で戦争中は政治犯を釈放できないのだ。それでも好きな仕事ができればあまり苦痛ではありませんでした。徹夜で仕事をしてもそれほど疲れを感じませんでした。私たちはみんな祖国の役に立ちたかったんです。祖国が私たちを逮捕して投獄したことは事実でしたが、そんなことは問題ではありませんでした。私たちはそれでもなお祖国を愛していたのです。スターリンはこう語っています。私は我が人民が母なるロシアのために戦っているのであって、ソビエト政府のために戦っているのではないということをよく理解している。1943年の夏、クルスクで史上最大の戦車戦が行われました。クルスクでの勝利は世界制覇へののろしとなろうと言っていたヒトラーはここで大敗北を喫しました。これが決定的な転機となります。ドイツ軍の占領地帯では共産党が地元の住民を組織してパルチザン闘争を繰り広げていました。ドイツ軍は報復として数千人のパルチザンを殺しました。ヒトラーはパルチザンについてこう語っています。パルチザンとの戦いは命運をかけた戦いであり、どちらかが全滅するまで続くであろう。パルチザンの勇敢さと愛国心は今や伝説になっています。しかし白ロシアとウクライナの森には別の愛国心を持つパルチザンがいました。
была создана украинская повстанческая армия. Я был одним из ее создателей. Организация была законспирирована, вот, глубоко в подполье. Ну а потом уже начались у нас, конечно, столкновения с красными. Причем с их стороны была инициатива. По мере приближения фронта красные партизаны стали заходить на нашу территорию, и тут начались некоторые инциденты. На нас напали. Мне поручили занять оборону на окраине леса. Были расформированы все части. И в таком виде мы должны были перейти фронт с тем, чтобы в дальнейшем производить военные действия уже на территории, ну, с нашей точки зрения, оккупированной советскими войсками. ブルイスさんは逮捕されて強制収容所へ送られました。時勢は変化していました。ソビエト軍はウクライナの町ハリコフで解放者として迎えられたのです。この町を支配していた2年間に何万人もの市民を殺したナチス将校とナチスに協力していたウクライナ人は報酬の目の前で処刑されました。1944年の春、ソビエト軍は黒海とクリミア半島にまで達しました。クリミア半島は2年の間、ドイツ軍に占領されていました。クリミアのタタール人は我々ドイツ軍に友好的でした。我々の占領政策が功を奏したからです。我々はまず、ソビエトの宗教弾圧政策で閉鎖されていたイスラム教のモスクを再開し、タタール人の支持を取り付けました。しかしこのためタタール人は後で高いツケを払うことになるのです。クリミアの港セバストーポリは熾烈な戦闘の末1944年の5月に解放されました。ナチスの支配が終わるとナチス協力者の摘発が始まりました。町が解放されたという知らせを聞いてパルチザンが山から降りてきます。しかしドイツ軍への抵抗に身を捧げていた彼らでさえ疑いをかけられたのです。このタタール人の一家は故郷のクリミアから追放されました。Что возьмешь? Руки, ноги дрожать? Боишься? Мы видели, как немцы живыми евреев, крымчаков в колодец бросали. А когда наши нам сказали, будем переселять, у нас такое состояние, куда? И нас будут так делать, значит, и нас всех расстреляют. Я говорю, я возьму вот эту вещь, сестра бросает, говорит, зачем? Ты идешь умирать. Зачем ты с собой вещи берешь? Я говорю, а может не умрем? Может нас выселят куда-нибудь? Взяли, конечно, что могли с собой. Что подымешь? Женщины, мужчин нету. Одни старики. И всех нас в вагоны, там, где возит скот. Каноджо но икка даке де наку, татаару но минзуку зентай га начису но кёлёкша то минасаре, Кримия кара シベリアや中央アジアへと強制移送されました。уже 46 лет почти. Вот запомнилось, вы знаете, вот эти вот мешки, вот эти вот узлы, тюки, которые были связаны еще в Крыму, люди их не развязывали. Люди надеялись, что их вернут. Каждый день кто-то новости какие-то, я не знаю, или по доверчивости люди придумывали это все, что вот завтра нас увезут обратно, послезавтра. Сталин は Дойц と総力戦を行う一方で、2万両もの貨物車両を使って民族の強制移送を行いました。こうしたところにスターリン主義の特徴が現れています。30年代の大粛清では個人が抹殺されましたが、この時には民族がそっくり抹殺されたのです。
クリミアのタタール人は歴史の本から抹消されました。8つの民族が同じ運命をたどりました。その結果150万人もの人が追放の浮き目にあったのです。カスピ海の沿岸に住んでいたカルムイク人も全員がシベリア送りになりました。カルムイク人の血が流れていたレーニンは生前こう語っています。カルムイク人の歴史は終始苦難の連続である。1944年11月、革命の記念式典が行われました。その年の終わりまでに赤い帝国のほぼ全域が解放されます。勝利は間近でした。しかしこの時、数百万の人々がドイツ軍の捕虜となっていました。スターリンは彼らを裏切り者と呼び、すでに死んだ者とみなしました。スターリンの息子ヤコブも捕虜となって死んでいます。生き延びた数百万のソビエト人捕虜はドイツ軍で労働や兵役に就かされました。強制されたか志願したかにかかわらず、ドイツ軍に協力した者は全て裏切り者でした。たとえ戦場でソビエトのために勇敢に戦った英雄でも、捕虜になればやはり裏切り者とみなされました。Ударили еще и еще, по мне как по мишени били. Их самолет загорелся. И очнулась я, когда падала без самолета и без парашюта. Лежу на земле, а передо мной стоит немец, поставил на грудь сапог, ногу. Физическая боль, она как-то менее даже, чем вот душевная. Вот это душевное состояние, что я попала к фашистам. Тимофеева-санは 重傷を負っていました。しかし彼女のいた捕虜収容所がソビエト軍に解放されると、直ちにスパイ容疑で尋問されます。Это прошло уже 10 дней. Я соскочила и каким-то образом я, значит, на этот второй этаж бежала. Сзади бежал охранник, этот солдат кричал: "Стой, стрелять буду". Но я бежала, я безумная была совершенно. Я бежала в кабинет этого майора Федорова. Вот, стала кричать о том, что убейте меня, я больше не могу терпеть, вот, или, значит, что-то, потому что где же, значит, наша советская власть, где же, значит, вот. この戦争を利用して、スターリン体制を打倒しようとするソビエトの将兵もいました。ドイツ軍の捕虜となったソビエトの将軍、アンドレイ・ウラーソフは、ロシア解放軍を結成します。ロシア解放軍はドイツ軍に属していました。このチャンスを逃したら、あの残忍なスターリン体制を倒すことは永久にできないだろうと思いました。あの時は自分たちは独立した軍隊で、戦略も自分たちで決められると思っていました。今思い返すと、それは幻想に過ぎませんでした。実際には私たちはドイツ軍に属していたわけですから。でもドイツに協力しているという意識は全くありませんでした。ソビエト政権を倒し、祖国ロシアを守るのが私たちの目的でした。甘い考えだったかもしれませんが、あの時は核はまだ半分しか破壊されていない、だからこの戦争をこのまま終わらせてはいけないと考えていたんです。1945年4月20日、56歳の誕生日に若者たちを激励するヒトラーです。ヒトラーが公衆の面前に姿を見せたのは、これが最後となりました。50万のソビエト軍がベルリン市内に乗り込んできました。ソビエト軍のプロパガンダを担当していたイリア・エーレンブルクはこう言って兵士たちを鼓舞します。
罪なき人の束ねで埋まった塹壕や墓地が今ベルリンに押し寄せる。死人がドアを叩き、亡霊がうめきながら宙に舞い上がる。復讐の時は来た。ベルリンに赤旗が翻った日、ヒトラーとその妻エヴァ・ブラウンは自ら命を絶ちました。この時モスクワではエゴロワ軍曹が電話番をしていました。старшина выскакивает и говорит, что такое, тревога? Я говорю, война кончилась. Он говорит, не дури. Я говорю, война кончилась. И значит, я побежала к командиру роты. А люди встают, значит, старшина стоит в растерянных чувствах, не знает, правда это или я с ума сошла. Вот, командир роты уже идет тоже с своей комнаты и говорит, что случилось? Я говорю, товарищ капитан, война кончилась. А девчонки-то уже услышали, как подняли визг, значит, на меня налетели, обнимают, целуют, друг друга целуют, обнимаются, плачут, кричат. Так у нас кончилась война.1945年5月9日は記念すべき勝利の日となりました。大祖国戦争による恐るべき被害の全容が明らかにされるのはそれから何年も後のことです。1945年6月、モスクワに凱旋したソビエト軍は、ナチスドイツから奪った軍旗をスターリンに捧げます。スターリンはレーニン廟の上で雨に打たれながら凱旋した将兵を迎えました。大祖国戦争の英雄たちが勢ぞろいしています。スターリングラードで勝利を収めたチュイコフ、最初にベルリン入りを果たしたコーネル、レニングラードの救世主メレツコフ、そして最高総司令官のスターリン。この勝利によってスターリンの威信は嫌が上にも高まりました。しかしその陰で2000万人の犠牲者が出ていたのです。ソビエトの退役軍人たちはファシズムとの戦いに勝ったことを生涯の誇りにしています。しかし一方でこの戦争を生き延びた人々は新しい世の中の到来を望んでいたのです。ヒトラーを倒したことでスターリンの行為は許されるとか、スターリンは優れた戦争指導者だという意見を耳にします。でも私はそうは思いません。重要なのはソビエトの人々がこの大祖国戦争を勇敢に戦い抜いたのに何の見返りもなかったということです。スターリンだけが栄光を手にしたのです。戦争が終結する3ヶ月前、スターリンはヤルタ会談のホスト役を務めました。スターリン、チャーチル、ルーズベルト3巨頭が戦後のヨーロッパの体制について協議しました。この時チャーチルはスターリンに連合軍が保護しているソビエト人の捕虜をどうすべきか尋ねます。スターリンは早急にソビエトに送り返してほしいと答えました。連合軍側は10万のソビエト人捕虜を保護していました。そのうち2万人がドイツ側について戦ったコサックでした。捕虜となったコサックは武器を渡すよう命じられます。
戦前すでにソビエトから亡命していたコサックもいましたが、全員がソビエトに送還されることになりました。ソビエトへの送還を知ったコサックの中には自殺する者もいました。家族を撃ち殺した男もいました。それでも連合国側は多くの捕虜をソビエトに引き渡したのです。ハンサムなアメリカ青年が棍棒を手に私たちを追い立て車両に乗り込ませました。アメリカ兵は子供と同じで自分が何をやっているのか全く分かっていませんでした。私たちは何もかも失って暗い顔をしていました。もう何をする気も起こりませんでした。どんな仕打ちを受けても黙ってそれに甘んじていました。生き延びるために戦おうという気力さえ残っていなかったのです。アメリカ兵はまるで羊でも追うかのように私たちを追い立てました。ソビエトのために戦った捕虜も同じ扱いを受けました。ドイツ軍の捕虜収容所が連合軍側によって解放され帰国できるようになった時、私たちは大喜びでした。アメリカ兵は私たちソビエト兵に清潔な下着類が入ったスーツケースをくれました。途中まで来ると橋があって、私たちはその橋を歩いて渡るように言われました。でも橋の向こう側を見ると秘密警察の一団が待機していたんです。それを見て川に飛び込んだ者もいました。秘密警察の連中は飛び込むのをやめさせようとし、スーツケースを持ってこいと言いました。向こう側に着くとスーツケースを取り上げられ、護送列車に乗せられました。降りる時にその列車の外側を見ると「祖国を裏切った者」と書いてありました。ドルジコフさんはスパイ容疑で10年の刑を受けました。偉大な勝利の陰には痛ましい代償があったのです。しかしハッピーエンドもありました。戦闘機のパイロットだったティモフェーワさんは名誉を回復したのです。Мне в Верховном Совете вручили золотую медаль Героя Советского Союза. Так долго она задержалась в архивах Верховного Совета СССР. Братья, сестры, все приезжайте, в общих тюрьмах все помордованы.Там был такой вход, не знаю, что вход есть или нет. Так люди в одну сторону стояли, в другую сторону стояли. Но достаточно, что потом, как уже эти трупы лежали на подвору, рядами, так, ряд и стежка. Советского Союза в течение 2 лет времени Сталинの秘密警察は数千の市民を投獄しました。その中にはマリア・セニワさんの夫もいました。ドイツ軍の電撃侵攻でパニックに陥った秘密警察は3500人もの囚人を殺してしまったのです。Я тоді, як я трошки вже мені відійшло, як я до себе прийшла, там був той замордований.Накинені коцом. Я той коц зняла і тоді його пізнала. Я не скажу, що то було, но не така що. Но лице смагливе таке було. І так, так би очей не той, то не видно було.
и носа так бы не было. Были развешаны бы огромные портреты Гитлера на всех языках, в том числе на украинском. Гитлер – освободитель, Гитлер – вызволитель. Ну, потом это стало смешно. А тогда думали все, что в самом деле будут создавать нечто для всех народов. Все народы получат свободу. Это, к сожалению, не оправдалось. Мамонаку нацисмо шоутай га акираканин аримас. 正規軍に続いて乗り込んできたナチスの親衛隊がユダヤ人狩りを始めたのです。ヒトラーによれば、ドイツ人は選ばれた民族でした。ヒトラーの夢は、1億の選ばれたドイツ民族のために東方生活圏を作ることでした。ヒトラーが憎んだのはユダヤ人だけではありません。スラブ人も人間以下だと見なしていました。 Hier eine kleine Auswahl besonders abschreckender Typen dieser bolschewistischen Untermenschen, die auf Befehl Stalins ganz Europa überschwemmen und Ordnung, Wohlstand und Kultur in Mord und Brand ersticken sollten. Kaisen後数ヶ月でナチスは400万人のソビエト兵を捕虜にしました。 ドイツの電撃侵攻の知らせを受けたスターリンはショックのあまり、モスクワ郊外の別荘に引きこもってしまいました。1週間後、再び姿を現したとき、スターリンはまず以前と同じように司令官を処刑します。しかし、それと同時に祖国ロシアに対する人々の愛国心に訴えたのです。 Начинается, значит, речь Сталина. Сначала раздался звук стакана о графин, и льется в него вода. Это так хорошо было слышно, это мне прям запало в памяти. Льется вода, Сталин сделал, значит, глоток воды, и начинает. Дорогие братья и сестры. И вот эта его фраза, как-то нас всех к нему приблизило, как будто бы это говорит нам родной отец. スターリンは人々の愛国心を利用するためにあらゆる手を使います。宗教弾圧も緩めました。ここモスクワの聖トリニティ教会でも戦争中は礼拝が許されていました。 教会の隣には、この女性たちが働いていた工場がありました。空襲の度に工場労働者たちは屋上に駆け上がりました。Мы здесь и спали, в общем жили на заводе. Домой мы не ходили. Вот и когда, значит, объявляли тревогу, а в основном тревоги были ночью. И тогда мы вот группа самозащиты. Бежали по крышам, сбрасывали, ну, у нас и дежурные были на каждой крыше. Вот, бежали, сбрасывали эти зажигалки. В общем, полностью, как говорится, брали на себя ответственность безопасности зданий этого завода. ドイツ軍は無敵の進撃を続け、開戦後3ヶ月でモスクワを落とす勢いでした。党は女性たちに対戦車用の塹壕を掘らせました。モスクワ郊外には今も 女性たちの目覚ましい働きの跡が残っています。モスクワ市民の多くは町から逃げ、政府も疎開していました。そこで町に残っていた女性たちがこの作業に当たったのです。Морозы были холодно было очень, морозно очень было, морозы были холодно было очень. Ну а копать надо, заставляют нас, надо же копать. Мы все делали, копали. И в этот момент было очень много бомбежек. Без конца были налеты. Налеты. И немец бросал записки. Дескать, вообще сдавайтесь.
Москве, Москве капут. Но, конечно, мы не верили.今やソビエトの人口の4割はドイツ軍の占領下に置かれていました。11月6日の夜、モスクワの地下鉄駅で開かれた集会にスターリンが姿を現します。その時、政府の要人でモスクワに残っていたのはスターリンとその幕僚だけでした。Я просто не знаю, как не обрушился потолок. Как не обрушился потолок, потому что такая была овация. Так долго люди аплодировали и скандировали ура.花婿と花嫁が無名戦士の墓の永遠の炎に花を捧げ、第二次世界大戦の犠牲者を悼みます。ソビエトはこの戦争で2000万人もの死者を出しました。ソビエトの人々は第二次大戦のことを大祖国戦争と呼びます。スターリンは祖国ロシアに対する人々の愛国心に訴え、この戦争を戦い抜こうとしました。しかしソビエトの人々にとって祖国は一つではなかったのです。1944年8月、ノルマンディ作戦で捕虜となったドイツ兵の中にはグルジアやウズベクなどの民族が混じっていました。我が軍に参加した志願兵の中にはソビエト国内にいる全ての民族がいました。志願兵たちは大変よく戦いました。スターリンの独裁体制を倒すという目的のために彼らはドイツ軍に参加し、一致団結して戦ったんです。zwischen den Hakenkreuzfahnen der ukrainische Löwe。Schon vor 25 Jahren war er Symbol des Freiheitskampfes gegen Moskau. ウクライナにヒトラーの親衛隊の支部ができました。ウクライナの愛国者たちはスターリンよりもヒトラーを選んだのです。1939年4月、アドルフ・ヒトラーはベルリンで満50歳の誕生日を祝いました。ナチスが政権についてから6年、その間にドイツ軍は強大になり、ヒトラーの野心は際限なく広がっていました。その夏、ヒトラーはソビエトと不可侵条約を結ぶためモスクワへ特使を派遣します。外交官のハンス・フォン・ヘルワルトさんは外務大臣のリッベントロップに随行していました。ヘルワルトさんは現在職を退き、ニュルンベルク近郊の屋敷に住んでいます。リッベントロップがクレムリンに行っている間、私は大使公邸で本国と連絡を取り合っていました。任務が終わって帰る時、大使が言った言葉を今も覚えています。この条約の成立は少しも喜ばしいことではない。私はヒトラーがいつでも戦争を始められるようにお膳立てしてしまったんだ。これからドイツは奈落の底まで落ちていくだろう。独ソ不可侵条約によってスターリンとヒトラーという怪物が手を結びました。世界は驚き震えました。西側の共産主義者にとってはファシストのけだものと罵ってきたヒトラーが一夜にして味方になってしまったのです。この条約によって何百万もの人が否応なくソビエト人民にされました。ポーランドという国は地図から消えました。ドイツとソビエトに и время у него нет, и он тогда вынимает из кармана вот такую, как луковица, часы, а так за цепочку поднял, ничего не говоря, просто показал эти часы, и сразу все поняли, что надо беречь время.
надо беречь время. И стала мертвая тишина, как будто в зале никого нет. Так стало тихо. その翌日は革命記念日でした。スターリンは兵士たちをこう激励します。На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании. Как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. От знамени Ленина вперед к победе.兵士たちは直ちに前線へ向かいました。とりわけ寒かったその年の冬、この兵士たちがドイツ軍のモスクワ入りを阻止したのです。ドイツ軍に包囲されたレニングラードは凄まじい爆撃にさらされました。冬が訪れても燃料はなく、電気も断たれ、わずかな食料の配給があっただけでした。やがて人々が死に始めました。ある時私は家族全員の配給カードをなくしてしまいました。私の配給カードを返してと泣き叫びながら走り回り、ありとあらゆるところを探しました。私は14歳でしたが、配給カードがなかったら家族がみんな飢え死にすることが分かっていました。ですからチェリアビンスクに疎開が決まった時は嬉しくて飛び上がらんばかりでした。戦火の激しい西部の地域から1000万人もの人が工場ごと東部へ疎開しました。シベリアのチェリアビンスクではレニングラードから疎開してきた人々が銃や戦車を作っていました。私は1942年の1月工場で働き始めました。ひどい寒さでした。戦車工場に足を踏み入れると、今本当に戦争が起こっているんだという空恐ろしい気持ちに襲われました。旋盤やクレーンを動かしていたのはほとんどが年端もいかない子どもか年老いた女性でした。みんな不安げで悲しそうで絶望的な顔をしていました。によって領土を分割されてしまったのです。このソビエトのニュース映画にはポーランドの解放という題が付けられています。ポーランドの東部に住んでいたのは主にウクライナ人でした。ソビエト軍のポーランド侵攻はウクライナの領土の回復という名目で行われたのです。ウクライナの共産党の指導者ニキタ・フルシチョフが再統一の祝賀式典を取り仕切りました。エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国とルーマニアでも同じことが起こりました。スターリンとヒトラーは不可侵条約を結んだ時に領土併合を認める秘密の議定書も取り交わしていたのです。1941年5月、スターリンはメーデーの閲兵を行います。この間、フランスはドイツの手に落ち、イギリスも激しい攻撃にさらされていました。1930年代に、古参の赤軍将校が粛清された後、ソビエト軍は体制を立て直し、軍備も増強されていました。しかし、粛清された将校の穴を埋める人材がいませんでした。ヒトラーが東の巨大な帝国を崩壊させる時が来たと言ったのはこの時です。1941年6月、ドイツ軍の対ソ電撃作戦、
バルバロッサ計画が実行に移されました。大混乱の中、無線で指示を仰ぐソビエトの国境警備隊に対し、モスクワはこう答えます。頭がおかしくなったか。それになぜ暗号を使って連絡しない。この攻撃で1200機の戦闘機が飛び立つ間もなく地上で破壊されました。10時間後、ようやくモロトフ外相が政府の第一声を発表しました。しかし、ウクライナの人々の目にはナチスドイツは必ずしも敵とは映りませんでした。スターリンに苦しめられていた人々はドイツ兵にパンと塩を差し出します。これはドイツの宣伝用フィルムですが、こうしたことは実際に起きたのです。June 41, the war broke out. Germans crossed the border. There was a sort of atmosphere of almost joy. The hope in the air, the evil will end, and some civilized people will come. ドイツ軍は市民に隠されていた恐ろしい秘密を白日のもとに晒しました。Вже по радіо передають німці, що жінки, мами, брати.